索してはいけない言葉、検索してみた。2020。やらないだろうね。お前さんは。やると言ってるのは。おえーす。どうも皆さん、はじめまして方は、はじめましてありがとうございます。今回もね、狂気の検索してみはいけない言葉。パート10。皆さん、10ということで、今回スペシャル企画ということで、溜まっているすべてのリクエストを紹介していきたいと思います。というわけでね、まず一番上にある21じゃないですよ。はい、ということで、モレノルというね、ワードが出てきました。ちょっとね、読んでいったらリーフの意味わかるので、ちょっと読んでいきます。 BMS の音楽制作イベント G2R2018 に出展された曲、作曲者はモペモペのリーフ氏、映像制作は同じくモペモペのオプティエ氏と映像作家のフィズ氏。悪夢を見る薬の OD 過剰摂取をテーマとした曲で、 YouTube ニコニコ動画で PV 動画が上がっている。音楽はリーフ氏の得意とするブレイクコアであり、不気味ながらも世界観に沿った激しめの曲となっている。問題の映像はドット絵調となっており、少女が悪夢の中で様々な死に方をする内容とかなりグロテスクであり、あまりにグロいため YouTube では R18 とタイトルに書かれており、中国版ニコニコ動画と言われるビルビルでは天才ができなくなっているほど。余談では G2R2018 の公式サイトのこの曲の紹介ページには、この動画に登場する少女の日記という体でストーリーが書かれている。また作曲者のリーフ氏自身も夢日記を書いていた時期があり、そこから着想を得たとしている。ということなんでね、まあグロとかびっくりとか結構書かれてるんですけれども、 YouTube とかニコニコ動画にはあるっていうことなんで、まあ消されることはないというわけで、実際に聞いていきましょう。はい、というわけでね、 G2R2018モレノルリーフ、てかこのワードでいいのか分かんないんですけども、間違った場合はね、またコメントでね、リクエストしていただいてよろしくお願いします。というわけで見ていきたいと思います。モレノル、まあ、あーびっくりした、いきなりうるせえんじゃポケ。そんなマーベルみたいな感じで6回でいいのかな。はい、悪夢の中にね、少女が入っていくというわけでね、あーっていうかね、もう僕がねこんなに喋るとね、なんかね実況者うるさいみたいなこと言われてね、もうちょっとショックなんですよ。なんでね、あんま喋らないで。おっ、びっくりした、首がポロポロ落ちてるねってことでね、やっぱこのこの作者ら頭おかしいだろこれ、ポロポロ落ちすぎだろ。いやーすごいね、少女の体を何かが蝕んでいくというようなね、映像が浮かんでいると思います。まあ悪夢の時に見るようなね、お、なんか優しい映像になりましたね。全然優しくなかったわ。うん、完全に監禁されてる少女のね、絵が出てきました。というわけでどんどんね、あー猟奇的じゃんけー。というわけでね、ドット絵の少女がいろいろ、いろいろ大変なことをされているとわけで、これ今度は溺死なんじゃないの本当は。ほらー歩いてますね。いいですね。歩いてますね。このなんか女性結構なんか可愛い系の女性な気がするんですけどね。皆さんどう思いますかね。まあ、結構これいい曲じゃないですか。意外とこういうなんかギャーとか、あー目が出てきますね。いや目は出てくるんですよ。そうなんですよ。目ですね。あの他人に見られることが嫌いなね、僕ら陰キャにとってはね、もう大変なね、あのストレスが発生するんですよね。やっぱ見られるっていう行為でいろいろねありますけどね。これ多分2分とかなんで、まあ、全部見せると思うんでね、僕のこの強烈なトークスキルをね、身につけると、あ、身につけるじゃない、聞いてくださいよね、みんな。あ、手がね、なんか薬物、あ、これオーバードーズのね、あ、薬物過剰摂取のした人の、まあ、情景をね、やってるそうですね。あ、そんなんなるか、もうびっくりするんだわ、めっちゃ刺されてんじゃん。これオーバードーズって本当にこういうことを思うんですかね。いや、ちょっとよくわかんないんですけど、吐血したりとかね、うん。まあでもね、よくありますもんね、幻覚とかねっていう、まあ曲なんですけれども、首吊ったりとか、まあいろいろ、すごいな、これ。めちゃめちゃすげえ、こう、普通の生活では、お目にかかれないような描写がいろいろ、ちょっと待って、絶対これ、びっくり表現くるわ。みんな気をつけろ。あ、来なかった。刺されちゃったそんな、なんだこれ、カリオストロの城でさ、ルパンのでプチって潰れるぐらいのトラウマ表現、あっぴーん。というわけでモレノルでした。はい、じゃあ次にね、アイウェイを検索してくださいという言葉があったので、じゃあアイウェイを検索していきたいと思います。はい、というわけでね、該当のページに来たんですけども、良い子のアイウェイを作文。ここは良い子のみんながひらがなを身近なものを通して覚えられたらいいなと
という目的で作られたホームページじゃ。僕は太郎、私は花子、一緒にひらがなを勉強しましょう。というわけでここでひらがなをね勉強できるらしいんでね、僕の視聴者多分中学生以下が一番多いと思うんで、あいうえお作文ね、しっかり勉強していきましょう。まあ、あからね行きますかね。うん、何が起こるのか分かんないわ。あ、びっくりした。ちょっと待って、これちょっとね、ここだとね映せるんですよ。ここだと映せるんですけど、この下はダメだ。な、顎がない女の人がね出てきました。次、おが何かな。オウトっていうね、これ映していいのかな、ここは。うん、映していいのか分かんないけど、ここは一番上はね映せると思うんですよ。で、下行くとうわーっていう感じで、さっきのオーバードーズとね、これ被ってるんですかね。オウトしている女性が、まあ、内臓も全て出ている女性のね画像が出てきました。もうね全部行くのめんどくさいんで、もう適当にぐるぐる行きましょう。つってでんてでちっちょーって、これ映していいのかな、ギリギリオッケーじゃないここは。じゃあ下行きます。うわー、内臓がねぐるぐる回って腸が出てて、自分の首を絞めてるような感じの女性がね、そしてなぜか足が切断されているという、まあこれ多分モザイクかけるんですけれども、ミッドね、みじん切りというわけでね、まあ、さっきの腸の人じゃーんって感じですね。もうこれは映せないわ。うん、手首も切り落とされて自分で切ってるもん。そういえば思い出したわ、あいうえおをモザイクなしでお願いします。いや無理だから、これモザイクなしで全部出したらバンされちゃうから、バンだよ。あ、バン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 バーン。はい、というわけで、じゃあね次ね、これがねどんぐらい厳しいのか分かんないんですけど、目に見えないものライフモンキーシューがこれ全部やばいです。もうね危険度6ぐらいあるんで、まあ上からいきますか。目に見えないもの、いやちょっと調べたところね、なんかしっくりくる検索キーワードが来なくてですね、ちょっとね申し訳ないんですけれども、ちょっと目に見えないものちょっと保留で、はい、じゃあ次はねライフ。はい、というわけでね、ライフがやばいらしいんですけど、正確にはプラスライフと言われるらしいですね。で、ちょっと概要読んでいきます。人生に一度しかできないゲームが遊べる際、アクセスすると究極の選択を迫られる。一つの質問が問いかけられる。しかも制限時間付き。で、再びアクセスしても選択した未来は変えられない旨を伝えられ、どちらの結果でも後味は悪くなることであり、考えさせられる内容ということでね、このプラスライフを調べていこうと思います。はい、というわけでね、該当のサイトに来ました。ライフ、牛のねマークがあって、まあ、完全に結構綺麗な感じのね牛のマークがありますね。ここクリックできますね。ライフ行きましょう。なんか選択が、人生における重大な決断はある日突然やってくる。あなたはどっちを助けますか。ん、なんだろうね、何があんだろう。あなたの母親水、あ、どっちどっち、でもちょっと、あなたの母親だよこれは。あ、待て待て待て、何が起こる、怖い。あなたの母親が助かりました。見ず知らずの子供が死にました。これがライフで、だからというわけで僕のお母さんが助かりました。まあよくわからないクソガキが死んだということですね。まあわかんない、いい人かもしれない、悪い人かもしれない、それは神の味噌汁。再リロードしてみると、二度目はありません。はい、ということでプラスライフでした。じゃあ最後にモンキーシュガー。はい、ということでね、モンキーシュガーなんですけれども、まあ、見れなくなってるということなんでね、このゆるりるチャンネルさんという方がね、検索していけない言葉を検索してみたというところでモンキーシュガーをね調べているので、そこの部分だけちょっと見ていきましょう。シュガー、モンキーシュガーはグロい画像がいっぱい出てくるフラッシュだぜ。正直載せられるものはないから全部モザイクになるぜ。それで歯表示するよ。3、2、1、5。顔中ズタズタになってる画像です。痛々しいな。これは女性器に何本も針のようなものが刺さってますね。切断された足とお尻崩壊画像。早すぎて説明が追いつかねえな。これは赤ちゃんか。奇形児と呼ばれてるやつだね。目が赤く膨らんだ赤ちゃんです。これは死体です。おっぱいが釘で打ち込まれてる。なんか気分悪くなってくるな。系統的に多いのが、男性器が無残に切り取られていたり、女性器を無理やり広げて大出血していたりなど、むごたらしいです。今度はうんこ食わせてます。えぐい。骨が見えてる。どうやったらこんなむごいことになるんだろうか。ギブアップです。はい、ということでね、モンキーシュガーいかがだったでしょうか。まあね、今のチャンネルの方が言ってる通りの動画じゃないんですよね。動画だったら見れるんですけど、まあ、フラッシュプレイヤーのね対応が終了するから仕方ない。はい、というわけで今回のまとめに入るんですけれども、今回いかがだったでしょうか。まあね、いろいろリクエストをねやっていくと、やはり君たちね、僕のことをねビビらせようとしてるとね、そういう節々がもう全部見えるよ。クソゴミ。
クストもか。まあでもね、まあ、リクエストをネタバンバンしていただいたら、まあ見れるやつは見れるんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、Twitter のフォローとマイリストの追加、 YouTube の方はチャンネル登録をよろしくお願いします。またのー